吉田さん、世の中からは仕事がどん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 なくなっているそうなんですよ。で、ある人に言わせると、その2025年までに 49% の仕事がなくなりますよっていうふうなね、そんな試算を出してるんですよ、ね、だから2人に1人は仕事を失うっていうふうに考えると恐ろしいですよね。なんかその就職活動なんてどん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 狭まっていくわけですから、これからね、雇用の創出とか人材募集とかなくなってくるんですよ。でもね、こういう試算もあるんですよ。これあんまり語られてないことなんですけども、だいたい今までの歴史上ね、仕事がなくなるその他には、その同じ、タイミングでなくなった仕事の 2.6 倍新しい仕事が生まれてるっていうんですよ、ね。まあ、例を言えば、馬車がなくなってね、車に変わったじゃないですか。で、仕事ってむっちゃ増えたわけですよ、ね。昔は馬車、こうね、お馬ちゃんを育てる人とか、その馬車を作る人とか、あとはその牛車っていう運転手ですね、運転手がいたみたいなところだけだったと思いますけど、あとはね、馬糞を拾う人もいたんでしょうね、きっとね。まあ、そういうのがあったと思いますけども、車って、このトヨタ社長に言わせると、その800万人ぐらいの裾野、ね、雇用を生み出してるらしいんですよ、車産業って。800万人、いや、下請けとか孫請けとかその家族って考えたら、もうなんで2000万人ぐらいの受け皿なんじゃないかなと思うぐらいですよ、車っていうのに関して。だって車のモータージャーナリストっているでしょ。で、車をカスタムする人もいるでしょ。中古車販売の人も当然いますし、エンジンのメンテナンスの人もいると思いますし、まあ、もっと言ったら車の YouTuber っているわけですよ。で、そう考えたらものすごい裾野なんですよね。だから馬車がなくなって車に置き換わると、確かに馬車っていう産業はなくなりました。なくなった 2.6 倍平均でですよ。だから車に置き換えたら数十倍とか数百倍のインパクトで仕事はバーンと増えたんでしょうね、きっとね、うん。どうですかね。そう考えたら、この世の中から仕事がなくなるっていうところだけ見ると、そのなくなる仕事のフィールドにいるんじゃなくてね、そこで就職活動するんじゃなくて、じゃあ他にどんな仕事が生まれて、誰がその仕事が、こんな仕事があるよって思いついて、誰か一発目に始めるのかなと。じゃあ自分が一発目になれないかなって考えると、これね、ワクワクすると思うんですよ。だって今ね、その廃墟動画ですら職業になってるわけですよ。工場とか家とか町とか遊園地が廃墟になって、で、整地されて建て直して新しい町とかになるじゃないですか。その瞬間的な廃墟っていう瞬間を捉えた映像とか画像が、これがね、写真集とか、インターネットのソフトウェアでして売れてるわけですよ。アクセスが集まってるわけですよ。何なんだこれはみたいな。もはやね、ゴミまで商売になるのかって話じゃないですか。で、それに対してコストはほとんどかからないみたいなね。で、その廃墟マニアっていう人がいるわけですよ。廃墟が好きな人が、廃墟マニアの人がいろんな取材をして、まあ不法に入ったのかもしれませんけども、そういうのを繰り返して溜まっていたものが商品になって、同じ廃墟マニアに売れるというね。これはあらゆる分野で言います。例えばね、今ね、まあ、機動戦士ガンダム徹底解説っていうのがあるわけですよ。岡田斗司夫さんがやってる、これまた面白いわけですよね。これ岡田斗司夫さんがやるから、まあ、アニメ関係者じゃないかってなりますけども、いや、あのレベルじゃなくても、自分なりにガンダムはこう思うよみたいな解説を出してる人っていうのは他にもいるわけですよ。で、その解釈が面白かったり、ガンダムの脇役のスピンオフをどん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 、ね、そこから広げていったりする人もいますし、ククルスドアンストーリーみたいなのがあったりするわけですよね。いや、そう考えたらね、なんかこの仕事がなくなるところばっかり見ると、もう確かに無理だよとかね、その先はないよってなりますけども、いや、待てよと。誰も思いついてないけど、こんなマーケットあるんじゃないのっていうふうに試したらいっぱい出てくると思うんですよ。で、これをね、まとめると私はこう思うんですよ。まだいけると思ったやつだけまだいける、ね、この言葉はつんくさんがずいぶん前にテレビ CM かなんかで言われていた、まあ多分ね、コピーライターさんの言葉をつんくさんに言わせたんでしょうけども、これ結構いい言葉だなと思うんですよ。ボクシングのトレーニングしてて、もうヘトヘトになって、もうパンチもう一発打てないというところで、もう一発打つやつがまだ行く、先に進むっていうことでしょうね、きっとね。これがだからレベゼン地球さんとちょっと重なるかなっていうところがあって、あれなりたい、これなりたい、あれやりたい、それやりたいっていうふうに希望を出した時にね、なんで人はね、潰すのかなと。あなたは身の回りの人とか恋人とか子供とかが言う時もそれ潰すんですかと。潰して何か、じゃあいいことありますみたいな感じですよね。ちょっといろいろ話が広がっちゃったんで、こうギュッとまとめてね、私の身に置き換えてちょっと話してみますね。
私がね、あのネットビジネスを始めるときに多くの人がね、そんなネットビジネスなんてやらない方がいいよと、そんなことやっても儲からないよっていうふうに本当これよく言われたんですよ。まあ、あのネットビジネス取り掛かる人はみんな言われてると思いますよね。ネットビジネスをやったところでそんなの儲かんない、そんなうまい話じゃないんだ、ああいうのは詐欺なんだよ、言うんですよね。で、私はこう答えたんですよ。わかりましたと。じゃあネットビジネスをやめます、代わりに何をやったら稼げますかって聞いたんですよ。これに答えれる人がいないんですよね。わかんないでしょ、うん。だからネットビジネスがダメ、あれがダメ、それがダメってダメダメ論を言う人はいるんですよ。でもこれをやったらいいよってあなたは言えないでしょ。ってことは私のやることを止めないでくださいと。私はこれでいけると思うんで次に行こうとしてるんですよと。あなたは誰かが活動するのをやめろやめろって言うけども、実際じゃああなたは何をやるんですかと、何だったら私を導いてもらえるんですかってなると困るわけですよね。うん、だからそう考えたらね、人の意見なんてこれに関しては聞く必要がないなと思いましたね。ましてや自分が、すいませんけどネットビジネスやろうと思うんですけども儲かりますかねって聞いてるんだったらまだしも、俺ネットビジネスやってるんだ、今むちゃくちゃ燃えてるんだよねっていうところに別に意見求められてないのに、いやいややめた方がいいよって大きなお世話だって話ですよね。意見を求められたらぜひね、お話しください。信頼して聞いてる、それが意見を求めてるってことなんですよ。意見求めてない、あなた の考えがどうあろうとも私はやろうと思ってるんで、あなたの意見は求めてないよっていうところなのに勝手にね、意見言わないでくださいということなんですよね。でもう一回まとめますけども、まだいけると思ったやつだけがまだいけるんですよ。いってらっしゃい。